はいどうも、トミーです。東日本一の大杉を見に行こう。今回我々はですね、ここはどこ、桜市か、成田市か、成田市の曲がった神社というところにやってきております。でここにはですね、東日本一の太さを誇る杉があるということで、これはですね、今回カメラマンの健太くん情報でやってきました。健太は見たことある？あるよ。僕はちょっと初めてなので、この場所、楽しみでございます。早速看板出てますね。これ東日本一大杉。太さ約9メートル、高さ40メートル余り。一緒に行こう。あら、素敵な趣でございますよ、この鳥。ちょっとうさんくさくなりましたけど。あーでもこのスピリアチュアルな言えてね言えてないけど、スピリアチュアル、スピリチュアルな空気かな、うん、これがいいよね、神社って。そうだ、ね、入った時の空気がまた変わるしさ。周りに生えてる杉もだいぶ立派だけどね。すごいよね、うん、うん、歴史もありそうだし。どっち？左奥って言ってたな。あ、本当。うん。行ったことあるんだよね。忘れたよ。どこにあるか。あります。ちょっと待って。トイレ行ってきて。どうぞ。待っててくれたの。ありがとうね。それ無言でさ、構えられた。あ、出してた。可愛いの今の。ひたすらで今。見つめられても困ったから。ああ、そうね。じゃ行きましょう。お待たせしました。でも文化財、杉の他にはいっぱいあるみたいだね。まあ神社も、本殿、神楽、獅子舞だって。おお。見れんのかな。見れはしない。立派よ、結構迫力あるね。よいしょ。健康でありますようにっていう風に。あ、なるほどね。なんかでもこの社殿新しいよね。うん、さあね、綺麗ね。木の質感も滑らかだしさ。うん。じゃあ杉行ってみますか。ね。ちょ、順路としてはこう看板が出てる。大杉連って、ね、出てますから、ちゃんと。行こう。お、お、お。これだ。めっちゃびっくりした。やっぱすごいわ。高すぎて上まで取れないわ。これやっぱちょっと別格だわ、他の杉とも。本当やね、うん、ちょっとこの太さえぐいね。うわ、ちょぐるりしてみよっか、周り。由緒巻きがしてあります。今から約1370年前だって。鬼殺し関係ない関係ない。あ、
裏側もすごいこれ。え、これ何これ。もう枝が出てたんだけど、多分折れちゃった、切った。あ、ちゃんとこう補修してるというかね。ああ、うん、本当だね。木の生命力を感じるね。さすがだね、うん、パワースポットですからね。パワーを感じるわ、マジで。周りの杉とかに比べると質感がね違うってのが分かる。これやっぱ天然記念樹というだけあって、さすがの佇まいですね。ね、枝のゴムトだもんね。ゴムトだね。あ、普通の木の幹ぐらいの太さが出てる。本当だね。うん、すげえな。コーヒーの登りが。コミンカカフェキノコクラブだって。あるね。あるね。あるね。お店あるね。1300年の大杉の真裏だね。真裏、ほぼ真裏ですよ、これ。さっきの杉の、うん。いい匂いもしてきたじゃないですか。なんか香ばしいよね。うん、綺麗、綺麗な。お。すごいこの像。え？すごいね。あ、こいつ。古民家カフェ。シェアハウス。奥にはバス止まってんだよ。いやバス来てる。バス来てる。カフェスペースです。ドッグラン&カフェだ。はい、あ、そういうこと。うん、バスの中でも飲めるそうなんで入ろう。え、めっちゃ渋い。見てよ、あのちゃんとあのバスのさシートは残してんだ、これ。本当だ。ちゃんと残して利用してんだ。明るさどんな感じに見えてるの？普通に明るいよ。普通に明るいんだ。うん、お店の方が言ってたけど、こういうワンちゃんのグッズも結構海外から取り寄せてね、珍しいものもたくさんあるそうです。いかんせん俺らは犬全く飼ったことないからうまく伝えられないんだけど。でもすごくワンちゃんに優しいカフェだと思います。うん、このカフェめちゃくちゃいいな。すごいね。将来俺バス買い取ってそこに住みたいもんね。そこまではもう。あ、そう。住めそうじゃない？やっぱでもこうやって見ると。住める住める。うん。電気系統とかね。うん、あとあればちゃんとあればさ。多分これワンちゃんのおやつとかなんだろうけど、すごい鹿とかさ、牛の蜂の巣とか、豚鼻はもう豚鼻だね、結構ね。すごい、こんなのもあるね。食べても大丈夫なんです。人も大丈夫なんですけど、けど育ちた方が今まだいない。あ、そうなんですか。でも大丈夫だよね。あ、一応あの、はい、大丈夫なんです。食べれる、人間でも食べれる。食べれる。蜂の巣食べてみるか。食べてみますか。いいですか。はい。でも持ってみると思った以上にカリッカリ。噛み切れるかな。いただきます。一回折ろっか。すげえ音だな。え、これ噛み切れないよ多分。え、じゃあさ、うん、無味。
ジャーキーだからさ、うん、長く口の中でこう多分、うん、噛んでいって、うん、味が後から出てくるんじゃない。あ、うんうんうん、感じるね、うん、奥底にほんのかなほのかなジャーキー感感じる、まあ、ほぼ無味ですね。大杉を見に行こうということで神社に入ったんですけども、最終的にはまさかドッグカフェまでたどり着くとはというですね、まさかの散策でございましたけど、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。